皆さんこんにちは。こんにちは、特別番組です。今日はですね、差別という差別、まあこれ分かりにくいかも分かりませんけど、内容を見ていただければお分かりになると思います。まあ今日は2点ありますけれども、前半と後半、まあ皆さんご存知かも分かりませんけど、チャンネル桜の本体の方でも私一部発表しました。くじ盛りという番組で発表しましたけれども、毎日新聞、神奈川新聞、そして、クラックという、まあ、元芝木隊というこういうものに対して、提訴を行います。これは細かく今日はあまり時間がありませんので、ここではお話ししませんけど、武蔵野市の、住民投票条例、3ヶ月で、外国人の人に投票権を与える、まあ、地方参政権でございますけれども、そういう問題についてお話をします。そして川田さん、川田市議ですけど、今から一人一人自己紹介してご挨拶いただきますけれども、川田市議が仲間の 小坂さんという荒川市議、区議ですね、から連絡をいただいて、まあちょっと大変なことになってる、 LGBT についての問題ですけどもね、こういうことでやりました。で、大月教授というか、まあ、札幌国際大学の大月さんね、そういう意味ではですね、いろんな形で変な言い方で言いますと不当な解雇、これも今日の差別という差別でね、大きな意味でそういう中に入っていただいてるんで、今日、大月さんにも ご参加いただきました。はい、では、まず一人一人ちょっとご挨拶いただきたいと思います。じゃあ大月さんから。はい、はい、大月隆弘です。札幌国際大学教授かっこ係争中という肩書きになると思いますけども、まあいわゆるさっき社長もおっしゃった差別という差別というか、その差別の一人歩きという言葉だけの一人歩きがどうもいろんなところでおかしなことになっているというのは皆さんもまあある程度お気づきだと思いますけども、そういう話におそらくなっていくんじゃないかと思っています。よろしくお願いします。はい、そしてこの特別番組の企画をなしてやろうということで、提案をしていただいた札幌市議の、川田さんです。はい、あ、どうも大変お世話になっております。ですね、この問題一番重要なのは、喧騒な状況を作って全く冷静な議論をさせない、いろんな法的な問題であるとか、我々が長年培ってきた価値観であるとか、こういったものを全て否定した形でメディアを使ってやるやり方、このことについては大きな問題があって、結果論としてですね、これが後々にですね、私たちの身近な生活にもですね、悪影響を及ぼしていくということになるということで、やはりですね、一方的にメディアがレッテルを差別というふうにつけることがいいのかどうなのか、でもちろんこれはいいことではありませんし、そういった世の風潮というものをですね、やはり正すべくですね、今回皆さんにもご協力いただいている形でございます。はい、というようなことで、じゃあまあこういうメディアの変更というかね、ここまで来ちゃったかっていう思いがあるんですけど、お月さんちょっと一言いただけますかね。こういう、今もポリティカルコレクトネスですか、ポリコレって言葉が出ましたけども、そのやっぱりそのまあ以前はその差別語の問題とかって形で日常に入ってきましたよね。それこそよく言われているようにも、今はめくらもダメ、押しもつんぼもダメっていうような形で、でそういうのが一つの基準として差別語辞典みたいなのが作られて、特にそれはメディアの現場なんかでこれがまあ使われるようになって、だんだんその語彙が増えてたって経緯がもうここ30年ぐらいずっと、あるいはそれ以前からあると思うんです。それがまた非常に、今のその社長のお話なんか聞いても、ある種のその権力性ですよね、暴力含めた権力性みたいなものを持って、で当人たち善意でやってるところあると思うんですけども、そういうふうにして我々の日常に言葉を使わさないようにする、で言葉を使わさないようにするってことは、そのような言葉が指し示してきた相手側の現実というものをなかったことにしていく、まさにそのキャンセルですね、キャンセルしてなかったことにしていく、そういう動きの中で、言葉の問題っていうのは非常にさらに一段階、ひどくなったところで窮屈になってきてるなっていうのはすごく感じてます。まあですね、結局ね、何が彼らの主張というのは、ヘイトスピーチという、なぜ我々がっていうとですね、住民投票条例、武蔵野市の3ヶ月武蔵野市に住んだら、ね、住民投票権を与えると、まあ、外国人地方参政権もつながってるんですけども、それから
自治基本条例ね、ここにもつながる問題なんですけど、これに反対したらもう差別主義者だと、外国人を、うん、こういうね、さっき岡田さんが冒頭に言った、もうレッテル貼りでね、もうとにかくわわ騒いで黙らせるという、こういうようなことなんですね。いろんな主張があるのはいいと思います。外国人地方参政権に賛成する人があっても我々は認める。で、私たちの集会、実はですね、このクラックの会長をやってるという野間君という人間をちょっとあるならおいでということで、上で壇上に上げて喋らせてるんですよ、うん、で途中でちょっとやばくなったんで、彼はこのまま行くと論破されるという恐れで逃げちゃって、アルバイトがあるんでって消えちゃったんですけども、うん、でその後も残りのもう一人の男にちょっとおいでおいでと、公開討論をやろうよと、全然出てこなかったって。こういうような形のね、私たちはいろんな意見があることはみんな認めるんです。これ意見が違ってもね、でも今やってるのはもちろん、あと残りの後半の方もそうなんでしょうけども、つまりもうさっき言ったないものにするというね、なかったことにする、ね、そうそう、こういうような形のもう本当に民主主義というか、議論とかそういうものの余地のない一種のファッションですね、こういうものを実は民主主義とか人権とかいう名のもとにこういった言論封殺が行われているということはすごく問題だと思います。そういう意味では今日ね、問題を提起のためにね、こういう枠作ってくれた川田さんに感謝したいと思いますけれども、川田さん、この問題についてもね、後にもつながると思いますけれども、ちょっとこの今住民投票条例とかね、それを反対するともう排外主義者と、これどうですか、はい、まあ、やっぱりですね、もうここまで来るとメディアがですね、もう工作活動をしているとしか言わざるを得ないんですよ、うんうん、で後ほど保坂さんにもお話しいただくんですけども、例えば、皆さん覚えてるかと思いますが、従軍慰安婦の話、まあ、従軍慰安婦は造語ですけども、うん、この話を覚えてらっしゃるでしょうか。30年以上もですね、朝日新聞の報道をはじめ、北海道新聞も韓国まで行って、これも焚き付けてきたと、まあ、彼らも反省の部分のですね、記事を後ほど載せましたけど、結果として吉田誠二氏のですね、話そのものが、うん、まあ、空想であったということで、結果的にこの慰安婦問題というのが、この女性のへの暴力を、うん、を助長させたとんでもない話であると、女性の権利を侵害しているということでですね、うん、一人歩きをしましたよね、うん、で皆さん、これ過去の映像を我々はこれからですね、やっぱり検証していかなきゃいけないと思うんですけど、いやそんなことないじゃないですか、事実関係としてないじゃないかって言った人を、メディアはその事実関係について論評させることをさせないために、うん、この自立関係をいわば封殺を目的として、ただ単に印象操作、すなわちいろんなですね、コメンテーターとか、うん、そういった人たちを呼んできて、そしてこの人はとんでもないダメな人なんだっていう印象操作をして封殺をしてきた。この結果、我々は、例えば韓国に無駄に10億円だけでなくて、いろんな形で予算化、我々の税金が払われてきたと。これですね、私たちの身近な話なんですよ。法的な問題、事実関係というのを封殺する目的でやってると。いわば、もうすでにですね、この差別という言葉というのは、その封殺をするための手段。これ、差別をなくそうというのは目的ではなくて、これを一つの手段として、人権であるとか、平和であるとか、女性の権利であるとか、こういったことを使ってきた。まさしくですね、この共産主義活動の一つの定義って何かって言ったら、いかにして、権力者、権利の闘争、これを推し進めるかということで、弱者を装うか。まあ、こういった定義のもとでですね、出されてきて、我々の生活そのものが先ほど月さんも言ったように、うん、狭まれてしまっているということ、うん、これをですね、もう一度この構図というのをですね、うん、我々共有してですね、そして、今度小坂さんが出るのは本当に身近な荒川区というですね、うん、皆さんも各市町村あるかと思います、うん、その皆さんの身近な市町村の話に行き着くということになりますんで、これぜひともですね、うん、荒川区議のですね、小坂先生の話をですね、お気になっていただいてですね、うん、考える機会にしていきたいなとは思っております。はい、まあ、一つですね、まあまあ、こういう今具体的にね、まあ、川さんからも提起ありましたけど、ふと
ちょっと3歩4歩下がって冷静にね、うん、あの私たちが見た時ね、何がそういうこういう今ポリコレね、の人たちがあの失わせるかっていうとですね、あの一つこういう発想なんですよ。例えば永井荷風という小説家がいてね、うん、あの梅雨の後先とか木刀祈願とかですね、こういうようなあのいわゆる姿勢のまああのところで師匠、私の娼婦ね、うん、あの自前の住まいのところに男を招いて、まあ、入れ替り立ち替りですけど、そこであの春を被災でね、あのまあ暮らしているその人たちのそのまあ人生ですけど、あのそういうものを描いてね、本当に名作がたくさん永井荷風も含めて、まあ、永井荷風のそういうのは多いんですけれども、それ皆さんね、この人たちを読んだ時になんという清らかな女性たちだろうと、私たちが本を読んだ時それを思うわけですよ。売春をやってるから汚いものダメだとかね、そういう簡単に構図じゃないんです。そういうことをやむを得ずやる人たち、やっている人たちのその、 あの一生懸命生きてる姿や、あのこれが人生だよというような形で、あの男の人たちを喜ばせたり、いろんなことをあの日常の会話の中で、あの家庭や社会や会社やそういうのとは違う時間を与えて、あのお金をもらえてはいるけれども、そういう形でやってること、なんという清らかな女性たちだろうと。これはまあトルストイの復活というね、とこの売春婦がね、あの人間を立ち直らせるという、そういうあれあるんだけど、この発想、この発想が抜け落ちる。つまり売春とか何かとかいうもの自体をもう本当にダメなもの、人間がダメなもの、実に逆、実は私から言うと逆差別してんじゃないかっていうね。アメリカなんかだとそれはもう、うん、まあいわゆる風と共に去りぬなんて名画があるじゃないですか、はい、あれが今そのポリティカルコレクテンスに反するっていうので、うん、もう上映させられないみたいな運動までが公然と起こってるっていうような報道はありますよね。つまりそれは黒人のそのメイドさんですよね、まあ、こっちで言うと女中さんですけども、あれだってアカデミー賞取ったんですよ彼女。いや、まあ名画ですよ、で名作ですよ、名作原作もね、なんだけども、その黒人のメイドさんの描き方とかは当時のいわゆるステレオタイプに沿ってて、これは今の基準では許されないから、いや許せないのは昔だからそれはいいんですけども、うん、そこまではだから上映もさせないってところまでエスカレートしてるっていうようなところが、うん、まあ起こってきてる、うん、まあこれがいわゆるキャンセルカルチャーって向こうで言われて、うん、まあこういうの全部横文字で言うのも僕嫌なんですけどもね。いやでも本当にその通りですよ。ヘイトスピーチなんて悪口ですよ、要するに、うん、根拠のない悪口であったりするわけですけども、うん、ヘイトスピーチって言うとなんか新しいもののようにみんななんとなく受け入れちゃうってところもありますからね。だからそういうことがまあある意味その世界的に起こってきて、日本にもそういう人々の間から波及してるのかなっていうふうに僕なんか見てますけど、うん、今ちょうどいい例挙げていただいたのは、その黒人の忠実なねメイドさんというか、その人があのいろんな相手の悲しみや苦しみを受け止めながらでも忠実にその、まあ、尽くしていくという、これが黒人の、ね、政治的なあり方というかね、差別だと。でも実際そのさっきの木刀祈願もそうなんですよ。あ、そうですよ、木刀祈願もそうです。だから竹比べなんかもしかしたらもう読めなくなるかもしれないっていう話になるわけですよね。あれ読んだら差別助長するとかね、うん、もっと言うと例えば私が身近だっていうかもう、1990年代ですけど、フィリピンで愛した男たちという、うん、あの、いわゆるスラムに住む女性たちのね、あのと日本人男性の結婚、玉置浩二とルビーモネル使ったんですけど、これ朝日新聞や毎日新聞やもう全ての新聞から大絶賛されたんですよ。今だったらアウトでしょうね。でそれを言って、いや今だからその時あったんですでも、うんうん、あのいわゆる左翼団体 あの早稲田の教会のに救う人たちからフィリピンの貧困をことさらね、あのアピールしてると。で私原作者と一緒に集会に出てあのやったんですね。その時言ったのはこういうことなんです。私たちは貧しいスラムでね生きている人たちを、あの貧乏というか貧しさを、貧困を私たちはいいとは思わないと、なるべく貧困は克服された方がいいと思うけども、にもかかわらずその中でも笑顔を持ちながら家族を大事にしながらみんなで一生懸命生きてる姿、これを描いた作品だと。でも新聞もみんなそういうふうにたくましい生き方をね褒めてくれたと、私のところの脚本監督で。だからあなたたちはそれを映すな、あのスラムを映すなって言うけど、あんたらこそね、あのスラムに住む生きてる人たちを差別してるじゃないかと。
見せたらいけないもの、汚いものとかね、克服するためにはまず認識しなきゃいけないから見なきゃいけないじゃないですか。だから逆に差別ってのはあんたらじゃないのかって言ったら黙っちゃってね、うん、当時からそういう動きはあったってことですね。そうなんです、うん、あるものはあってその中で一生懸命生きてる人いるんだよと、うん、貧困やね、売春が横行するようなね、犯罪が横行することはよくないけど、だから文学とか、ね、芸術はそう、まあ、アメリカでは武国主義とかね、うん、飲んだくれ作家って言って大変、でも私大好きな作家いるんだけど、これ付き合うやつはみんな売春婦なんですよ。でも広い意味でのそのヒューマニズムですよね。そうなんです。だからこういうねことがね、人間認識はものすごく痩せてきてるというか。そうなんですよ。その痩せさせる動きの一つがそれこそ今日母さんなんか問題提起されてる、まさにその、いわゆる差別語、ヘイドスピーチないしはポリコレに乗っ取ったキャンセルカルチャー的な、ある種暴力的な運動の動きですよね。それは実は我々にとっての その人間というその認識の膨らみをどん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 一方的に狭いものに痩せて密なものにしていくもんだろうというふうに僕は思ってます、ね、だからこういう意味でね、やっぱり皆さんちょっとね、何が起きているかっていうのをね、何を我々はそういうことの中で正義とか何ですかその、ね、含めて考えたいと思いますけどもね、まあ、そういう意味ではこのね今日の企画者のね母さんにも、まあ、こういう流れの中でね私たちが失うものがもっと大きいんじゃないかと思うんですけどね、どうですか、うん、まあやっぱり今日もですね、まあ、小坂さんには僕もお願いして、うん、まあちょっと直接出てくださいということでお願いしました、はい、だってもしメディアしか見てなければ小坂さんっていう方がどういう方でですね、うん、そしてどういう活動をしていたかっていうのがわからないじゃないですか、うん、でいいことをやってることは一つも報道しないわけですよ、うん、もうすなわちなんていうのか面白おかしくがもう行き過ぎた状態となって真実が見えてこないと、うん、結局もうメディア自身がもうメディアというですね役割がもう全く持ってなくなったと、うん、そうだね、いうこと、これですね、多くの方にやっぱり知らしめるべきだと思ってるんです、うん、もうね、私たちの問題じゃないですか、この日本地域をどうするかっていうこと、これいろいろとですね、もう目の前の生活で大変かとは思うんですけど、でもやっぱり民主主義で一票を決めるわけですから、しっかりと冷静にこう考える環境を作っていくっていうことがもう僕は大事だと思っております。本当にこのチャンネル桜、チャンネル桜北海道の役割っていうのは改めて大きいなとは思ってるところであります。はい、まあ、ということでですね、この問題は今小坂さんのことね言ってもらったんで、小坂さんの問題に行きたいと思います。何が起こってるかは、まあ、そちらからねお話しいただきたいと思いますけど、小坂荒川区議はですね、まあ、少なくともずっと私たちともいろんなことを一緒にやってもらってきました。思い出すのは尖閣諸島、まあ、来月また5、6、3隻の船団で尖閣に向かう予定でございますけれども、その中で、もうだいぶ前になりますけど10年以上前になりますけど小坂さんがね、まあ、私と一緒に上陸を観光してくれました。本当に当時すごいまっすぐな、ね、目で社長行くんでしょって言うから、いやいやあんまり言えないんでね、いや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 って、でも行くんでしょって言うから、僕もあれしますからって言うから、いや分かったと、何とも言えないけど近くにいてくれるとありがたいとというようなことで、そしたらね彼も近くで、で一緒に上陸してくれたって、それは中国の前に4日前に8月15日ですけども、中国人が勝手にですね、勝手にというか政府が許したところもあるんだけども、上陸を通じましました。そういうところで我々は、まあ、急遽私は怪我された島を民間の手でもう一回やろうと、このままにしておるとまずいということで、別にパフォーマンスやろうとかそういう意識なくて、上陸をいたしましたけど、その時一緒に同道してくれた海は泳いでですね上陸してくれたのが小坂さんでした。10名ぐらいのね中央議員さんが一緒に行ってくれましたけども、はい、まあ、そういう思い出のある信念のしっかりした国や国民を 愛してね、何ができるだろうかって常に一生懸命考えてきた議員さんで、ね、これほど真面目な議員さんはあまりいないんじゃないかっていうね
気がしてます。ではここからはですね、ちょっとずっとやってきたね、あの川田さんにね、はい、ましてちょっとよろしくお願いします。はい、はい、どうぞ。まあ、あの小坂先生はですね、まあ、私も実はその同じく尖閣その時言ってたんですけども、うん、本当に真面目に取り組んでいる方でして、ただ会派として一人会派ということですから、うん、まあ、なかなかですね大変な中でも議会活動、うん、荒川区議会の中でされている方でございます。まあ、今回ですね、あのその荒川区で、まあ、あのこう LGBT の、まあ、性的少数者らのですねカップルを公的認定するパートナーシップ宣誓制度、これ今あの後でも説明しますけども、札幌でもこれがあるわけでございますけども、まあ、これについて、まあ、反対をしているということで、これをツイッターとかでも流したり、またはですね議会でも当然そういった質疑されているかと思うんですけど、それを毎日新聞をはじめとしてフジテレビでですね、ある意味ではあの12時の番組でですね、うん、本当に特殊的な形で、もう一方的にですね、非難をするという放送がなされたということで、結果として、この問題点であるとかっていうのが全く見えない形でですね、まあ、小坂さんをですね、うん、もうある意味では攻撃と言っても過言でないような状況にしてしまったということで、改めてご本人に、うん、お話をいただいてですね、この問題というのをですね、うん、皆さんに知っていただこうということでですね、急遽ですね、うん、企画した形でございます。はい、じゃ あのちょっと一回あの呼び出すために一回ちょっとお休みして、はい、後半戦ということにしたいと思います。はい、はい。